どうも、くらさんです。今日は長所の見つけ方というテーマでお話ししていきます。長所とは優れている部分のことなんですけど、大人になるとなかなか自分自身の長所っていうのは気づきにくくなります。これはなぜかというと、僕たちは一日無意識に6万回選択していると言われてます。朝起きる、二度寝するから選択が始まって、それを一日6万回選択しています。で、その6万回のうち、80%、約4万8000回をネガティブなことについて考えていると言われてるんですね。今日も仕事めんどくせーな。 とか私はいつになった恋人ができるんよとか僕たちは1日の半分以上はネガティブなことを考えてるんですねネガティブなことを考えていくと自分自身の短所だったり自分自身のダメなところに意識が行きやすいんですよなので自分自身の長所つまり優れているところをなかなか見なくなるんですねでも自分の長所優れているところをわかっているとそれを磨いて表現したり何かコラボしたりできるので自分の長所を知っとくっていうのはすごく人生で大切なんですねじゃあ自分自身の長所を見つけるにはどう どうしたらいいかというと人かかららら褒められたことから探すことと探すすで僕最近すごく人に褒められることがありましてそれは何かというと声がいいでですすねって褒められるんですよ黒川さんすごく透明感のある声ですねとか YouTube 見ててすごく聞き心地のいい声をしててリラックスしながら勉強できますとかよくいろんな方が褒めてくださるんですね僕は自分自身の声なんか気にしたことはなかったんですけどあそんなに声がいいんだって思ってこれ多分僕の長所なんですねあなたも人からよく褒めら られることっていううのがあると思うんです例えば、ほんと聞き上手だよねーとか、質問力あるよねーとか、よく人から褒められることは、あなたの長所ですで。人から褒められることっていうのが分かったら、次はそれを生かす場っていうのを考えてほしいんですね。例えば、僕は声がいいって褒められました。そしたら僕は YouTube で声込みで発信したり、ラジオ出演で声で伝えていったりとか、褒められたことを一度生かす場を考えてみることはすごく大切だなと思います。 ではまとめです。長所の見つけ方は人から褒められたことから探す。人から褒められたことっていうのが分かってきたら、それを活かす場を自分自身に用意してあげる。するとだんだん自分の長所が何かっていうのが分かってきたり、その自分自身の長所の表現の仕方っていうのも分かってくるので、ぜひ一度人からよく褒められることっていうのを考えて、その褒められたっていうことを活かせる場を自分自身に用意してあげる。で、スモールステップで自分自身ができることからぜひ実践してみてください。